プログレス M-53 は、ロシア連邦宇宙局が、国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げた、プログレス補給船。NASA では、プログレス18、18P などとも称しており、形式は、プログレス M で、シリアル番号は353番だった。プログレス m 十三は二千五年六月十六日十三時九分十四秒に、バイコヌール宇宙基地 発射台からソユーズ U で打ち上げられた同年6月19日0時41分31秒に ISS のズベズダモジュールのアフットポートにドッキングしたドッキングは地上管制局の一つが電源障害に陥ったためセルゲイクリカレフの操作の下バックアップシステムの取るドッキングシステムで行われたドッキングは3ヶ月末続き プログレス M-54 の到着の準備のため2005年9月7日10時25分57秒にドッキングを解除した。2005年9月7日13時26分0秒に軌道を離脱、太平洋上の大気圏で燃焼し、燃え残りは14時12分40秒頃海上に落下したとされる。プログレス M-53 は、 第11次長期滞在のクルーなどのための食料、水、酸素や化学実験用の装置類などを搭載していた。ありがとうございます。